田中碧育、売り込み失敗。今夏のマーケットでの移籍が噂されてきた日本代表ミッドフィルダー田中碧。所属しているデュッセルドルフも補強資金のために彼を売却することに前向きであるが、まだ具体的な動きには至っていない。板倉の所属するボルシア MG に売り込んだが決裂。シュプットガルトにも約 5.5 億円で売り込んでいたが、最大でも約 3.9 億円しか出さないと伝えられ、撤退することに。さらに先日から話題になっていたリーズユナイテッドについては、中盤にグレン・カマラとイリア・グルエフの2名を獲得したため、すでに田中碧からは撤退している可能性が高いとのこと。対談を強く望む田中碧だが、金銭面がネックとなり、移籍が困難になっている。果たしてどうなってしまうのか。大丈夫かよ。結局こうなるのね。まあそんな焦らなくても。冬には移籍よ。代理人とじっくり決めてほしい。福田みたいなことにならないことを祈る。さてどうなるのやら。安くでいいので、リーズに行きなー。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。